店舗の例ローストビーフサンドイッチアービーズはアメリカ合衆国のファストフードチェーンである。オハイオ州発祥であるが現在はジョージア州アトランタ郊外のサンディスプリングスに本社を置いている。ローストビーフサンドイッチを主力商品としている。フランチャイズ形式でアメリカ国外にも進出している。マクドナルドやバーガーキングなどの他の有力ファストフードチェーンと比較して より高い年齢層をターゲットとしている。一般のファストフードチェーンと違い、薄切りのローストビーフを挟んだローストビーフサンドイッチを主力商品としていて、さっぱりとした食事を提供することが特徴である。中でも、コースラデッシュを使用したホーシーソースが有名である。最初の店舗は1964年7月23日、ハンバーガー以外のメニューを主とする。 ファストフードのフランチャイズを展開するという目的で、アメリカ合衆国をハイオ州ヤングスタウンの南に位置するボードマンに設立された。当時のメニューは、ローストビーフサンドイッチ、ポテトチップスと飲料のみであった。翌年、同州はクロンに2つ目の店舗を設け、1968年より他の州への店舗拡大を開始した。2005年に本社が、現在のサンディスプリングスに移転した。 2008年にはウェンディーズを買収して、ウェンディーズ、アービーズグループとするが、2011年にロークキャピタル、グループに売却されグループを離脱。1981年、アービーズでは、初めてのアメリカ国外進出として、日本への進出を図った。一時は、神戸、三宮を皮切りに、東京、渋谷や六本木、そして大阪、梅田など、 日本全国の主要都市に店舗を置いたが、すべて撤退している。2014年現在、米国では、バーモント州、ロードアイランド州を除く48州に、米国以外では、カナダ、トルコ、アラブ市長国連邦、カタールの5カ国に店舗を有する。現在では、ローストビーフサンドイッチ以外のメニューも存在する。なお、全店舗に、ここで挙げた、 メニューすべてが提供されているわけではない。最近、ジャイアントローストビーフの名称を、ミディアムローストビーフに変更し、ビッグモンタナのローストビーフを1オンス減らし、ラージローストビーフに改名した。バッファロークリスピーチキン鶏の胸肉を揚げ、バッファローソースに浸し、レタス、パルメザンペッパーコーンランチドレッシングを、スタートップパンで挟んでいる。バッファローローストチキンロストチキンを、バッファローソースと、 パルメザンペッパーコーンランチドレッシングとレタスで挟んでいる。ありがとうございます。